はい、どうも哲学とです。今回はですね、5月23日に追加される新クラステンペストのスキルと、レジェンダリー聖髄の効果についてね、詳しい内容が発表されましたので、ちょっとね、見ていきたいなと思います。ということで、テンペストとして、風と海を指揮するということでね、風と海をのスキルをね、まとった二刀戦士という形でね、まあこれから暑くなってくるにつれ、まあこうバシャバシャやりながら戦えるっていうのはすごくね、爽快なんじゃないかなと思ってます。はい、マスターシー&スカイ、追放された英雄の起源ということで、はい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 、こんなところが故郷なんですね。で、そこから旅立った、テンペストたちが、まあ、各地に、広がっていったという話ですね。まあ、詳しい内容についてはね、実際の原文の方を、見ていただきたいなと思うんですけども、はい。感じですね。はいはい。今日これらの放浪するテンペストの少数がその悪に立ち向かうために、本土へと旅立っていますという感じですね。はい、嵐を利用するテンペストのスキルということで、じゃあ早速スキルの方を見ていきましょう。パッシブスキルの方が、ミストタッチ、あなたの攻撃は定期的にゼファーを引き起こし敵を攻撃し、ミストタッチオーブに、超える前にあなたのスキルの多くを模倣すると。ミストタッチのオーブを収集するとミストタッチのクールダウンが、減少していくという形になって、あ、このオーブを拾うことによってこの、波がね、起きるスキルが発生してくるっていう感じなのかな。はい。プライマリーアタックとアルティメットという感じで。おー、これ、こいつ動くぞ、なんか。はい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 。おー、なんかね、こう、二刀でね、連撃していくみたいな感じのスキルみたいですけど、まず、ウィンドエッジですね。猛烈な風のエッジで強化し、近くの敵を素早く切り裂いてダメージを与えることができる。敵が範囲外にいる場合は、その場所に急行しますが、敵プレイヤーに対してはクールダウンが必要になるという感じですね。はい。ちょっとこう、文句の襲撃的な感じで使えるのかな。で、究極スキル、ウィンドエッジを、一時的に、強化し、前方に、突進して敵を切り裂き、ダメージを与えることができます。ダメージを吸収するシールドも獲得するというのが、まあ、究極スキル、アルティメットスキルの方になると。で、もう一つの、スキルの方が、なんか範囲攻撃みたいな感じですね。こう、ビュッと切っていくような感じなんですね。はい。ウェーブエッジ、レベル34で、ロックが解除されると。打ち寄せる潮流のエッジを強化して、水の鞭を生成し、一連の範囲を広範囲で攻撃し、主なターゲットと近くの敵にダメージを与えることができる。で、究極スキルの方が、ウェーブエッジを一時的に強化し、範囲を広げ、周囲の敵を攻撃してダメージを与えることができる。ダメージを吸収するシールドも獲得できるという感じですね。おー、こっちのスキルもなんかかっこいいな。はい。そして、まあ、通常のスキルの方ですね。はいはいはい。おー、水の一撃が発生するやつか。ブレイカー。刃先を反映させ、敵の上に衝突する波を解き放ちダメージを与える、波が地面に衝突するとゼファーが召喚されますということで、なんかこれあれみたいですね。水文句の、水の送信イナ文句にちょっと似てるので、まあハマった方はもしかするとディアブロイモータル、テンペストもハマるかもしれませんね。おー、で次のスキルがもうこんな感じのやつか。クロスワールド、あなたとゼファーは狙った場所に突風を放ちダメージを与えることができる。はい。おお、水の竜巻みたいのが発生するスキルですかね。近くの敵を、引き込む、渦を引き起こし継続的にダメージを与える。継続ダメージなんですね、これは。はい。で次のスキルが、こっちは動かないのか。スコール、レベル8でロック解除。風の力を借りてあなたとゼファは目的の場所にテレポートし、攻撃の渦を放ちダメージを与えるということで、おお、テレポスキルみたいなやつですね。はい。で次が、おお、感じか。ブレイドダンス、レベル15でロック解除。エッジの刃を前方の地面に投げて敵にダメージを与え気絶させます。
少し遅れてあなたの刃の中に身を引き込み、道沿いの敵にダメージ与えてノックバックさせるというところで、おー、これはちょっとディアブロ4のツイストブレードみたいな感じのスキルみたいですね。面白そうこれ。はい。で次が、うわー、これバシャバシャしてますね。これすごいね、気になってるんですよね。おー、はい、カスケード。レベル20でロック解除。あなたとゼファーは、刃を地面に叩きつけ、周囲に砕ける波を解き放ち、エリア内の敵にダメージを与えるということで。これは、これからの夏にとってはいい、暑い季節にはいいかもしれないね。はい。フォローイングストライク。レベル28でロック解除。刃と水の嵐の中で、前方にダッシュし、進路上の敵にダメージを与えながら、現在の一人ゼファーを召喚するという感じで、フィリオスチャージみたいな感じのスキルなのかな。はい。で、次ですね。はい。ダイダルラッシュ。レベル38でロック解除。あなたとターゲットのゼファー、ダッシュをお互いの現在の位置で行い、後続の敵を切り裂き、ダメージを与えるということで。ゼファーっていう分身がね、今回こういうやつですね。が一緒に出てきてくれるというような感じみたいですね。はい。で、次のスキルが、おぉ、なんか、刃の、が出てくるのかな。空中に消えてターゲット不能になり、近くの敵に5回の連続斬りを放ち、ダメージを与える。ゼファーサージは全てのゼファーを消費し、消費されたゼファーごとに1つの追加の斬撃で攻撃を与えるという感じで。まあ、このゼファーを出すためのオーブを拾うっていうのが1つの基本的な立ち回りになってくるのかなって感じですね。はい、これなんか結構 PVP なんかでも使われるスキルになるのかなって感じがしますね。はい。で、次が、ウィンドウォーク、サイクロンを呼び出して一時的に攻撃速度を上げ、嵐の中にいる間はターゲットされなくなるという感じで、自分の周りを、囲ってくれる、円形の輪が、登場するスキル、バフスキルみたいな感じですね。攻撃速度が上がるのか。はい。で、次のスキルが、ローリングサーフ。47。海で自分自身に力を与え、あなたとゼファーの主攻撃で、敵を貫通する、氷の水のブレードを投げつけダメージを与えます。さらに移動速度が増加し、波に乗ってプライマリー攻撃と移動を同時に行うことができます。これはなんか、ちょっと熱いね。主攻撃を。クルセイダーみたいにこう、馬に乗ってるような感じでね、間に、主攻撃ができるみたいなと近いのかな。はいはいはい。で、次が、おー、なんか、ちょっとこの岐阜、早すぎるぞ。エチオカ、リピデ、リパイドかな。リプタイドだね。はい。エッジを離して、周囲の水で水を押し潰すような潮流に導き、近くの敵を引き込み、ダメージを与えて気絶させる。おー、スタンさせてくれるのか。なるほどね。敵を引き寄せてくるスキルみたいですね。で、次出てくるのがストームフューリー。自分のエッジと近くの、味方の、武器を侵食し、主攻撃で風の霧を放ち、追加のダメージを与えると。はい。という感じでね。結構スキルの方もね、スピード感のある、スキルが多いみたい。楽しみですね。そして、テンペストのレジェンドアフィックスで、大混乱の海を降らせるということで、テンペストでは多くの新しいクラス固有のレジェンダリーアイテムが、リリースされますと。私たちはリリース時にクラスで何ができるのかを完全に把握できるよう、プレイヤーがいじれるアイテムを、提供したいと考えましたということで、ね、全部のレジェンダリーアイテムの効果が、出てるという感じですね。胸。すごいな。全部、あ、そうですね。今ある、インフェルノ6までの難易度かな ?14 個か。の、こう、かける6なんで、84個か。のレジェンダリーが、一気に追加されるという感じなので。まあ、すでにね、準備編の動画で、お話ししましたが、まあ、レジェンダリーね、貯めてた方は、まあ、一気にね、多くのレジェンダリーを、追加することができるんじゃないかなと。もしね、まだ貯めてないという方は、当日までの、謎のレジェンダリーの袋を開けずに取っておいてね、欲しいなと思いますね。胸。ターゲット位置に水の噴出を呼び起こし、敵を中心に引き寄せながら継続的にダメージを与える。中心に引き寄せられた敵は空中に飛び、
弾き飛ばされる。カスケード、敵を攻撃すると移動速度が増加する。カスケードは主攻撃速度を増加させる。カスケードはまた攻撃を受けた敵を脆弱にし、クリティカルヒットダメージを増加させるとかっていうやつだったり、ブレイドダンスをもう主攻撃速度を増加させるようになるとか、ローリングサーフ、一つのゼファを、追加で召喚するだろうかな、オーバーフロー、ボルテックスによりランダムな敵の、地面から毎秒間欠泉が間欠泉が噴出し、敵にダメージを与えて空中に吹き飛ばす。経験な賢者、カスケードのクールダウンが減少します。まあ、ちょっとね、まだ実際にキャラクター触ってないんでね、何のこっちゃってる部分もあるんですけど、一緒に楽しんでいただけたらなと思いますけど、タイドフォールの強さ、リップタイドは波を、呼び、あなたに衝突し、敵を引き寄せ、ダメージを与えて気絶させると。ゼファーガード、フォローイングストライクはエッジストライクを連発して前方にダッシュする前に狙った位置で敵を、気絶させるゼファーを呼び出せるようになりましたということで、なんかね、召喚ビルド的なやつもね、ちょっと気になってはいますよね。はい、カブト、カスケードは一つのゼファーを追加で召喚して、一つのゼファーを召喚してターゲットの場所で地面を叩きつけ、波を引き込みダメージを与え、近くの敵を引き込むという感じですね。カスケードはあなたの周囲に、集中する流れを呼び起こし、近くの敵にノックバックがバックしますと。あなたがコントロールするゼファーごとに電流のダメージと半径が増加していく。はい、暁の微笑、ウィンドウォークのクールダウン時間が減少していく。ドリーム&ドロー、カスケードはあなたとゼファーの攻撃を強化して、攻撃した敵に波を放ち、敵と近くの敵にダメージを与えていく。贅沢なうねり、カスケードはあなたとあなたのゼファーから定期的に水の爆発を解き放ち、近くの敵にダメージを与える。スコール、はい、スコールは敵を、破裂して切り裂く前に短時間マークして、マーク中に与えたダメージの一部に等しいダメージを与えるようになる。マークスキルみたいなのがあるんだね。カスケードによりあなたとあなたのゼファーが粉砕波を、放ち、敵にダメージを与えて気絶させると同時に次の攻撃で追加のダメージを与えるようになります。気絶した敵にダメージを与えると効果が解除されるようになる。おお、これもなんか強そうだね。ブレイドダンスはエッジを投げて最初に、攻撃した敵に突き刺しダメージを与えて気絶させる。あなたのエッジは短時間ターゲットに埋め込まれたままになり、スキルを再度アクティブにして、ターゲットの後ろにダッシュし、パスに沿った全ての敵にダメージを与えることができるようになる。腹痛のビジョン、ローリングサーフのクリティカルヒットにより水が爆発し、近くの敵にダメージを与える。はい、バッシュウォッシュ、カスケードが地面を氾濫させ敵にダメージを与えながら、自分と仲間に力を与え、スキルが波を放ち敵を放って敵を突き破ってダメージを与える。はい、メインハンドですね。はい、あ、サウザンドドーン、スクイールによりあなたとゼファが素早く前方に切りかかり敵にダメージを与え、鎧を粉砕して敵が受ける全てのダメージを増加させる。クラッシュダッシュ、ローリングスタッフがエッジを強化し、あなたとあなたのゼファの主攻撃が広範囲にわたる剣の、切りになるように、しました。はい、フレンドフェール、ウィンドエッジは定期的に強化され、次の攻撃で敵を、切り裂く、突き刺す風を放ち、ダメージを与えて、鎧を粉砕し、与えるダメージが、増加しますということで。まあ、敵のアーマーを剥がしてね、ダメージ量を増やすっていうような、効果っていうのは、他のね、クラスでもありますけど、結構これ強いんでね。うん、ローリングサーフがエッジを強化し、あなたとゼファーの主攻撃が渦巻く無知攻撃になりますと。グラスブレードエッジ、ウィンドウォークの持続時間が、増加する。はい、調和の取れたカスティール、スコールはあなたをターゲットできなくなり、あなたとあなたのゼファーが前方にダッシュして進路上の敵にダメージを与えるようになる。はい、マズワンヒューミニティ、ウィンドウォークまたはウィンドウォークまたはコントロール障害、操作障害以外のすべての有害な影響を取り除く。はい、
ウェーブエッジは同じ敵を複数回攻撃した後にゼファーを召喚するようになる。はい、横風のクリティカルヒットは4枚の風の刃をターゲットから粉砕し、近くの敵に追加のダメージを与えるようになる。スパイラルガイダンス。スコールはチャネリングされ、あなたとあなたのゼファーが定期的に風の霧を、放ち、進路上の敵にダメージを、与えますという感じですね。はい。で、オフハンド、ミストウェイバー。ゼファーサージによりターゲットが外れて敵にダッシュし、敵に対して一連の速い攻撃を繰り出せ、ゼファーが消費されるためにあなた、追加の攻撃が与えられる。ハリケーンヒッチ。横風は風で、エッジを強化し、あなたとゼファーの主攻撃で風の刃を解き放ち、敵にダメージを与えるようになる。セカンドチャンス、セカンドチャンスなし、スキルを使用するとウィンドエッジが強化され、いくつかの主攻撃が近くの敵に追加のダメージを与える、はい、サイクロンコール、クロスウィンドがチャネリングされ、移動中にキャストできるようになり、あなたとゼファーが回転し近くの敵に、ダメージを与える風の刃を発射します。あのチャネリングっていうのはあれですね、あのこうバーが表示されて、その一定期間ね、連続使用可能なスキルというやつですね。はい、ゼファーサージ、フィティッシュを食べる。ゼファーサージをチャージしてダメージを増加させることができるようになり、強力な空気の、斬撃を放つことができ、ゼファーが消費されるたびに攻撃のクリティカルヒットチャンスも増加する。はい、サイモン、ウィンドブラッシュか、ブレードダンスの最大チャージ数が1増加する。マズロールスピン、ゼファーのダメージが増加する、クラサスに栄光。ポルテックスは敵を攻撃した後の主攻撃速度を増加させる、はい、エコースニングスカイ、クロスウィンドによりあなたとゼファーが風の刃を発射し敵にダメージを与えて攻撃を速度を低下させるようになる。一口の一気、霧に触れたオーブも、攻撃力と移動速度を増加させる。そしてパンツの方ですね。償いのブランド。ゼファーサージは、同じターゲットを攻撃するために与えるダメージが増加していく。はい、フットプリントインエア。アバイスか、ブレイカー。ブレイカーは2つのゼファーを召喚して波に乗り、進路上の敵にダメージを与えるようになる。はい、ブレイカーを使用すると前方にダッシュして敵にダメージを与え、その後にゼファーを呼び出すことができます。さらに吸収シールドも獲得すると。ですね。タイダルラッシュはあなたがコントロールするゼファーにダメージを吸収し、発射物をブロックするシールドを与えるために、味方のために自分自身を犠牲するように命令するようになりますと、はい。タイダルラッシュはゼファーに目的の場所に突撃するように命令し、進路上の敵にダメージを与えて気絶させると、はい、プロリックスベアか、ブレイカーを2つのゼファーを呼び出し波に衝突し、進路上の敵にダメージを与えてノックバックさせる、宝としての真実。ミストタッチのクールダウンは、スキルをキャストするために減少していくと、シーファー トローズ、フローイングストライクも短時間ダメージを増加させるようになると。はい、ウェイブライダー、ブレイカーを使用すると前方にダッシュし進路上の敵にダメージを与えてノックバックし、同時に目的地にゼファーを呼び出すことができると、ウィンドウェップと、プロミスか、ゼファーはあなたがコントロールするごとに攻撃速度が増加するってやつですね。はい、で片当てですね。はい、ザショール。モルテックスは敵の装甲を粉砕し敵が受けるダメージを増加させますということで、あの敵の装甲を剥がす系なんか他にもあ、もうすでに出てますけど、こういうのをね複数当てていくとかね、そういうのも結構強いので、こういうのも組んでみたいですね。ストームフューリーはあなただけに力を与えるようになり、3回の主攻撃ごとにターゲットの、周囲に、激しい嵐を起こしダメージを与え近くの敵を引き込みますと、はい、ユニタイドディフェンス。フォローイングストライクはさらに一つのゼファを召喚する。より高いコファーコイン、ゼファーの持続時間が短くなりますが、消滅すると敵に突撃して爆発し近くの全ての敵にダメージを与えるようになる。
はい、無重力存在。ウィンドウォークは回避率を増加させ、全てのスキルのクールダウンを短縮させていくと。はい、バウンテッドスティグ、ブレーカーのクールダウンが減少していく。セーフブロード、フォローイングストライクはコントロールの完全な消失とノックバック効果に苦しんでいるときに使用できるようになる。それらの効果を一時的に受けなくなります。これは PVP とかで強いですね。バーナークルプレート、ブレーカーの最大チャージが1増加する。ディープスドロー、ブレーカーを与えるダメージを増加させると。ガストギフト、ウィンドウォークは、砂嵐を呼び起こすようになり、嵐の中に留まりながらあなたとあなたの同盟者が主な、攻撃を回避できるようになると。おお、これは楽しそうですね。まあ今ちょっとね、見ただけでも、まあメイン攻撃、そしてまあ今回、追加されるこのゼファーを使ったまあ召喚ビルド、そしてまあ主攻撃を、使ったビルドですね。とあとそうですね、まあ継続ダメージ系はないように見えるけど、まあ結構広範囲にね、触れるので、ダメージ系のビルドとかも作れるかなという感じと、あとまあ敵の、シールドをね剥がしていく系のビルドとか、そういうのも作れるという感じみたいな。結構、うん、いろんなビルドが作れるんじゃないかなと思いますので。まあ、揃ったレジェンダリーでね、こんな組み方どうですかっていうような動画もね、ぜひ出させていただきたいと思いますので、楽しみにしていただけたらなと思います。テンペストを利用する方法ということで、5月23日ゲーム内のテンペストハブにアクセスして、新しいクラスを体験する5つの異なる方法を、見てくださいということで、今回は、今回このテンペスト実装に合わせたクエストですね。テンペストのオリジナルクエストの方が、来るという感じですね。はい。そしてテンペストのトライアルダンジョンという感じで、テンペストのトライアルダンジョンで嵐の猛威を振るいましょうと。3つのプリセットビルドから選択してトライアルダンジョンに入り、完全なステータスと事前に選択されたジェムを取得して、テンペストの可能性を最大限に体験してください。このダンジョンは何度でもプレイ可能ですということで、まあ今までも各クラス、なんていうのかな、こういう風に組むといいですよみたいなね、おすすめの組み合わせって、紹介されてたんですけど、まあそれを使ってね、ダンジョンに入れるような形なのかなと思いますので、まずちょっとこのね、ダンジョンでテンペストどんな感じの立ち回りができるのかチェックしてみてみるっていうのもいいかなって感じですね。はい、大洪水の飛行機と、ということで、これあれですね、破砕された次元の特別版ですね。クラスチェンジに本格的に取り組む前にテンペストとしてプレイして、様々なプレイスタイルを試したり辞退することができますと。破砕された次元は、自分のビルドをできるだけ明るく輝かせることを楽しむ人にとって、新しいレジェンダリーアイテムを試すのに最も最適な場所ですということで、まあ、破砕された次元ね、レベル1の、キャラクターが与えられて、で、まあ、指定されたスキルを、使いながら、レベル12のね、最高レベルクリアを目指していくという、まあ、ちょっとローグライクな、ミニゲームになってるんですけども、出てくるレジェンダリーもね、まあ、限られたものが、出てくるような形になってきますので、あ、このレジェンダリーはこういう効果なんだっていうのを知る上では非常にね、役立つコンテンツかなと思いますので、いいかなと思います。あとですね、クリアした時に、そのクラスの、レジェンダリーアイテムが結構ね、たくさん、もらうことができますので、なので、破砕された次元の方で、レジェンダリー、レジェンダリーの効果を確認しながらプレイして、で新レジェンダリー集めも、同時並行でやるっていうのができるので、破砕された次元はすごくおすすめかなと思います。で新しいキャラクターを、作成しテンペストを選択するという感じで、はいはい、冒険者や再出発と新しいキャラクターを作成するだけで完全にカスタマイズされた北の放浪者として新しい旅を始められますということで、まあイモータルまだやったことないよという方はね、テンペストで、最初からプレイすることができますので、まあ5月23日のアップデート以降であればね、新しいクラスを最初から選択できるよという感じですね。でクラスチェンジはちょっとね注意点があるんですけども、既存のキャラクターをテンペストに変換することができますと。クラスチェンジはレベル35に到達するのではなくて、ウエストマーチに到達すると利用できるようになりましたということで、まあ、レベル制限はなくなったけど、ウエストマーチには到着している必要があるという感じですね。
で、ここから先はちょっと注意が必要なんですけど、5月23日よりクラスチェンジのクールダウンを一時的に、延長しますと書いてあって、テンペストはリリース後の最初の数週間は変更したクラスを以前の選択したクラスに戻すことができる回数に制限がありませんということで、まあ、テンペストに、した後ね、戻すっていうことに関しては制限がないみたいなんですけど、クールダウン時間が伸びるみたいなんで、今はね、24時間経過していれば新しいクラスに変更ができるので、もし特にですね、まあ、イモータルの場合は、コスメティック買ったりとか、あと、まあ、バトルパスのコスメティックの受け取りとかをするときに、その、今ね、プレイしてる、クラスでないと、受け取れないっていうシステムがありますので、なのでね、もしバトルパスのコスメティック、特の、他のクラスでね、受け取りたい方なんかは、5月23日までのね、期間の間に、ちょっとそのクラスに変更して、コスメティックの受け取りを終わらせてもらって、で、まあ、5月23日に、まあ、テンペストに入れ替えるっていうようなことを、やってみるといいんじゃないかなと思います。私もね、まあ、5月23日にリリースされたら、テンペストに、まあ、すぐにクラスチェンジして、新しいレジェンダリーアイテムとかもね、含めて、いろいろと試していきたいなと思ってますので、ぜひね、そちらの動画も楽しみにしていただけたらなと思います。でですね、まあ、これ以外に、まあ、今回はね、パラゴンシステムの変更という新しいね、情報も出てきているんですけども、まあね、サーバーパラゴンの方が1399が上限からね、299に引き下げられるというような、ちょっとね、物議を醸すような内容も含まれていて、まあ、結構ね、昨日から、多くの、プレイヤーの方からね、メッセージをいただいたりとかもしていて、まあ、自分自身のね、思っていることありますので、ちょっとそちらはね、別の動画で詳しく、解説させていただいてますので、まあ、そちらの動画も合わせて見ていただけたらなと思います。まあ、ただね、実際にやっぱり遊んでみてどういうゲーム体験ができるかっていうところが一番大事だと思いますので、まあ、なんていうか、プレイしないで、まあ、叩くよりは実際にプレイして、まあ、どうだったのかっていうこと、感想を持つってことはすごく大事だと思いますので、なんかね、まあ、前情報は前情報に過ぎないので、あくまでもね、まあ、この情報をもとに、実際のレジェンダリーアイテムとかはどういう効果なのかとか試してね、ビルド作戦やっていきたいと思いますので、ぜひ、高評価、チャンネル登録の方もしてお待ちいただけたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学とでした。